はい、明日のスキーバッチテストですけど、これどうしよう。じゃあスキー1級取るぞ。23回ってことで練習していこうかなと思いますけど、あそこなんだっけ、エキサイティング B かな。コブがさっきね、あ、コブがね、あそこなかったんですよ。できてきたね。あの人らがコブ作っとるんですよ。ここでやるな、明日多分。一球受けます。どこで受けるかまだ決めてないですけど、今日が、3月11日土曜日、2時前ですね。この板で受けます。高須で受けたらあそこでやるかもね。で、あそこの下降りたところにもコブあるじゃないですか。あそこはもうコブなかったっす。はい。多分やるな。で、こっちが多分、一般車のコブで、でこっちで検定やるんじゃないかな。わ、あ、でも、まだ浅いな。あの15人ぐらいの人で作るんかな。俺が入ると汚いコブになるんで、やめといた方がいい。コブ作ってるのに、汚いコブにするなよって怒られるわ。間に合うかな。あと何時、今2時だから、あと2時間半か。2時間半あればできるかな？向こう2レーン作ろうとしとるけど、硬いから諦めて1レーンにしたんかな？ティックはこの辺で、1球はあの辺からでしょ？ 2 球もその辺からだな、多分。80年代の男はさ、女がおったらさ、いいとこ見せてやろうっていう感じだったけど、2020年代っていうの？合理的だよね。別に無理しないっていうね。車改造してさ、バイク乗ってさ、80年代だったら。あ、そんな話じゃないわ。あ、この23話だ。練習場。こっちちょっと邪魔するでかもんで、あ、これで練習しようかな。これちょっと中回りだな。これで練習しよっか。いや、これはきついな。これで凍ったら難易度8だな。今難易度7だな。これちょっとカメラ持ちながら無理だな。階段絶壁になりつつある。いや、俺こういう形嫌いなんだ。このさ、あの山がさ、とんがっとる？テールとあの、トップが浮くとかさ、そういうの嫌いなんだわ。ごめん、練習不足だ。ちょっとさ、撮影ばっかりしてるわ。練習しないか。あと2時間でできるか、これ。いや、縦長だな。これがコースになったら嫌だな。今のそっちの方がまだマシだよ。
そこにもコブあるでさ、もう切るわ。ちょっと練習しないか。やばいやばいやばい。はい、寝なあかんし。